ドレスローザで起きた大事件は世界を駆け巡り、最悪の世代たちにも伝わった。最悪の世代、それは2年前シャボンディ諸島に集結した11人の奥越えルーキーたち。一時代の終わりと始まりの狭間に生まれた戦乱の運命を背負う問題児たち。それを世間では最悪の世代と呼ぶ。これでいいですか？本日のおすすめミックスピザです。あっ、泥棒！こら、ばあさん、待てくそ、どこ行った？ちっ、ガキか。ばあさん、待て、どこだ！ドフラミンゴーね、やるじゃねえか。同期としちゃ嬉しいね。バカを言え。ここは空島、しかも廃墟となった雲のこと。我々の他に誰が？おお、やってくれるね、海賊同盟。お仲間たちは割と活躍してんじゃねえか。シーザーは必ず連れて帰るぞ、おめえら。はっ！ファーザー！あっという間に先手を打たれたな。これは大金星だ。ドフラミンゴは確か裏でカイドウに通じてる。じゃあ奴を怒らせることになるね。これが作戦なら、つまりあいつらの目的は。やはり四皇。百獣のカイドウか。狙いが被らなくてよかった。潰し合って無駄な戦力を使わずに済む。俺たちの標的は四皇、赤髪のシャンクスだからな。